赤ワインが入ったグラスと瓶と皿に乗ったお菓子を暗い室内の光が当たるテーブルの上に乗せて表した17世紀フランスの静物画。1631年頃にリュバン・ボージャンが制作した巻き菓子がある静物。本作では机の端からはみ出した金属でできた皿と透明なグラスの滑らかな表面を光の反射の描写により表し、これに対し酒の入った瓶とお菓子の小さな凹凸のある表面を細かい筆遣いで表現するモチーフの細部の対照的な描写が目を引きます。ワインと金属製の皿に置いた菓子を表す本作についてはキリスト教の教会で行われる儀式の中で信者に与えられる聖別されたワインと丸い金属の皿に収められる小さなパンを暗示しているとも考えられています。